けのこご飯もうちょっと温めてもよかったかも。たけのこです。今日はね、アップティーを着たの。早速可愛すぎる。うちの T シャツが一番可愛いって思いながら着てました。パーカーも可愛い。見てないけど現物。長月さん、トラクエローさん、ハートありがとう。あの剣って、あのアップティ？何の話？あの剣って何の話だ。ハルピョンは M サイズです、確か。あ、はい、M サイズ、 M で、多分ツイッターに写真出したよね、あんな感じ。長さとかもうちょっと見たかったらごめんだけど。割と M でこんな感じ。もうちょっと大きくても、大きくて L ぐらいでなんかビッグに着てもよかったかなとは思いましたね。私 T シャツはなんかブカッとした感じが好きなんで、うん、 M にしたんですけど。白透けますか？私このインナーがこれ黒で文字書いてあるんですけど、こんな感じ。後ろとか見たらこんな感じかな。うん、 M 着丈とか書いてないかな。全然インナー着てるんで、めくっても全然平気。書いてなさそう。これぐらいで長さはこれぐらい、ここ膝、ここ骨盤、これぐらいです。だから M ちょうどいいって感じ。え、このさ、あれない、タグがない、この T シャツ。うん、何書いてあるのかな、全部分かんないや。
私は M サイズ着てます。女子は全然 M でいい気がする。男の人も割と小柄な人は全然 M でいけると思います。プリントスターなら M。 すごい、なんか T シャツのこれです、ここです、よく見るよねこれ。ここの会社割とブカッと着れる M でも、うちは150。150でブカッと着てます、うん、結構ブカッと。だから165多分いけると思うけどな、うん。いつもの生誕ティーが大きく感じるぜは S とかの方がいいですか。いつもの生誕ティーが大きく感じるぜは、あ、いつもの生誕ティーと比べてみればいいのか、うちこれ。どう？ちょっとここは長いかも。え、わかんない、一緒ぐらいじゃない？ちょっと長いかな。 L 生誕 T の方がほんと数センチ長いぐらい。でもあんま変わんない、いつもの生誕 T と M サイズ。うん、セータンティーが M だと思ってほしいです。首周り、確かに首周りは確かに気持ち、セータンティーの方が広いかも。うん、結構違う。はい、あのセータンティー脱ぐんですけど、下にこれ着てるんで大丈夫です。はい、大丈夫です。って感じで、ぜひその生誕ティーも買う。え、嬉しい。これは去年の。可愛いでしょ。これです。首の後ろのだからこれだって。これだって、これです。よく生誕ティーとか、なんかファンの方が作ってくれるグッズで見るやつだって。おじさんにはつらい。え、おじさんじゃないし、わかんないけど。まだお顔とお名前一致してないからわかんないけど、おじさんじゃないし、着れます。かわいいぞ、うさぎ。長月さん、直吉さん、ハートありがとう。そうなんだよね、
そう、なんかみんなに言われるパーカーのサイズが分かんない。いや私も分かんない。パーカーもらえると思ってた。そう、自分で好きな色着れんの嬉しいよね。わかる。確かに。しかも淡い色、もうほんとうちのうさぎが優秀すぎる。かわいい。僕はおじさん通り越しておじいさん。いやマジでおじいさんではない。あなたはおじいさんではございません。お兄さん。大丈夫。お兄さんです。うん。ファンはお尻に似るって言うじゃないですか。ほんとお尻に似て年齢不詳多すぎ。うん。私は大人っぽい方で年齢不詳。はい。ピョンズはみんな若い。でもこっから先あの皆さん、ハルピョン僕何歳に見えると思う、私何歳に見えると思うはやめてください。どれも嬉しくないんでやめてください。怖いんでそういうの。めっちゃ怖いんで。年収不詳年収不詳おもろい。年収は教えてよおかしいか、おかしいか。
シニア公園初めて聞く。待って、月島くんだけ今鬼強いんだけど、やばすぎ、バカ俺の年収はいくらに見えますか。いやむず、3000万ぐらい。年収3000万ってどんぐらい。すごいよね。え、すごいですよね。え、すご、3000万に見える。言ってみたい、年収3000万って。うん、人生で3000万稼げんのかな、うち。人生だったらいけそう。さすがに稼いで生涯年収、確かにどんぐらい、1しかわかんない。超かな、1兆円ってやばくない、1億ぐらい。やってみっちゃおう。週2に増やせば私の独断と偏見で増やせるなら、もうすでにもう毎週毎日やってみっちゃにしてます。週7、それ。もうロケじゃないだろうね、生放送だろうね、もうもはや収録じゃなさそう。だから公演とか出れなくなっちゃう、そしたら。うん、土日しか。それは困るね。うん、かっけえけどね。富山ではめっちゃ有名になるだろうね。大スターよ。毎日昼に出てたら、昼じゃない、夕方出てたら。富山県民で柴田アナウンサーさんって言ったらもう知らない人いないぐらいなんですよ。そうなれるってことでしょ、柴田さんレベルになれるってことでしょ。やばいやばい、大スター。社長さんは超えれないかもしれないな。うん、層が違うかも。
の時間はねちょうどね4時5時ぐらいだから、うん、主婦の方とかおじいちゃんおばあちゃんとかが見てくれる、うん、幼稚園児とか。だから幼稚園の頃からハルピオの記憶を刷り込んどいて、まあ、小学生中学生になったとしても記憶はあるじゃん。刷り込み作戦。うわ、ダイヤ 1000個ももらえた、嬉しい。なんかクリアしたっぽい。よっしゃ。マジックの回が一番神回？どれだろうね。一番でも再生されてんの多分野球な気がする。最近ライオンを狙えを聞きまくっててノイローゼになりそう。どうせならライオンを狙え、自分より強そうな誰か、全く歯が立たなくていい、負けても泣いてもどじゅりない。今何見ようとしたの？あ、 YouTube で再生リストで見てみようとした、その再生回数。橋本春菜のやってみっちゃ、橋本春菜のやってみっちゃ、ボルダリング800回しか放送あれされてない、見られてない。みんないっぱい見て、 TVer さんでも見た人も、もう一回見て。バク転 1.4 万回すごい。やっぱ野球が 1.8。 ちょっとボルダリングあれしとこう。マジックして回ったら幼稚園の子からも人気でそう。今日ハルピョンとお話してめっちゃ元気出た、ありがとう、大好き、おやすみ、仕事頑張る、おやすみ、おやすみ。こっちゃんハートありがとう。バーテンダーの時の服装好き。ハルピョンね、 YouTube あのやろうと思って全然今適当に言ってますよ。私あの本当にやる気はマジでなくて適当に言ってるんですけど、あの橋本春菜の、あ、待って、全部橋本春菜のってつければいいと思ってる。橋本春菜のなんだっけ、あ、写真集見てみっちゃ。チャンネル、ただ写真集を見てああだこうだ言うだけのやつ。ボルダリング、富山来て絶対してください皆さん、ぜひ。でそこでちゃんと言ってね、あの橋本春菜さんのやってみっちゃを見てきましたって言ってください。そう、レビュー動画、写真集を見るやつ。どう？どう？
ファン層獲得しそうだよね。あれそれな、なんかちょっと謎のファン層だよね。でもみんなが写真集出してくれないと更新されないの、そのあれ。うん、だからみんなに写真集出してって言わなきゃ。タピオンは写真集出さない、うん、違う違う、タルピョンがみんなの写真集を見てああでもないこうでもないっていうだけ。水着じゃなくていいから写真集出してよ、だって。まあそれが売れるかどうかですよね。水着がない写真集が売れるっていう確証があるなら多分出してくれると思う、出させてくれると思うけど。うん、売れるか売れないかだから結局は。結局はね、そうなんですよ。え、だってユキリンさんの卒業コンサートもさ DVD 出ないんでしょ。だからみんなもう見れなくなっちゃう、 Hulu で終わったら今日で終わり、うん、ユキリンさんの卒業コンサートが売れないから出しませんって言うんだったらもうハルピョンのそんなペーペーみたいな絶対写真集売れないですよ、うん、絶対売れない。今日の卒業コンサート行きますにはまだ卒業させないでください。まだ辞めさせないで。やっちんさんハートありがとうございます。
DVD とかを作るお金とこの売り上げの枚数とっていうあれなのかな、何なんだろうね、分かんないんですよね、何基準の売れる売れないなんだろう。ゆきりんさんのなんて絶対売れるに決まってるやん、うん、ともゆきさんハート、母さんハート、あやさんハート、ありがとうございます。何があっても買うよ。定点でいいから出してほしい。うん、定点でいい。うん、受注生産、確かに。まあ、難しいところがあるんでしょうね、きっと。でも多分そのファン以外も買うと思うんですよね、ゆきりんさんのファン以外も。しかもなんならゆきりんさんでしょ、昔のファンも買うよね。うん、まあむずいところがあるんだよ、きっと大人の事情じゃない。うん、私が嫌いな言葉、大人の事情、何ですかその事情って思っちゃう。うん、みんなも大人でしょ。私まださまよってる、生死をさま、生死をさまよってないわ、生きてるわ。子供と大人をさまよってる。生きてます、殺さないでください。すいません、勝手に自分で、自分だよね言ったの、ごめんって。生きてます、めちゃめちゃ生きてます、すいません。今日も元気です。ん、虫がいる、やだ。なんで扉開けた時に入ってきちゃったのかな、一緒に。蚊ではないです。
生死さまよってる人間がこんなにもぐもぐお弁当食べないよね。ごめん。なんかこんな虫がいました。ここに来て分かった。今シューしよう。ご飯食べ終わったら。多分今日ついてきちゃったんだと思う。一緒に久しぶりに虫見たな。都会って虫いないよね、マジで。富山道歩けばアリいるんだけど。ごちそうさま。完食。ちょっと漬物は食べれない。シューして豚さん炊いとこう。虫さん苦手。いた君だよ。ティッシュ。あ遠く行っちゃった。ちょっとティッシュ近く置いとこう。いました。お弁当の匂いにつられて来た。よかった、お弁当全部食べといて。もう怖い怖い。ここに美味しそうな匂いの弁当があるぞ。漬物しか残ってないけど。あれ潰してたらどうしてたんだろう。私手出しちゃったけど、なんか急に普通に考えて潰してたらどうしてたんだろう。いやーって言ってるだろうな待って無理。いや。なってそう。11時の配信今日も終わります。爪がね、ちょっと気持ち塗り直したくて。山内さんハートありがとう。長月さんハートありがとう。おやすみなさい。だってもう寝ちゃうの？早い。おやすみ。
ピョン疲れてない、疲れてなくはないよね、うん、でもご飯食べてるだけだからね今の私の配信。そう知ってた、みんな今私こうやって配信してるように見せかけてご飯食べただけだよ。だから大丈夫、全然元気、ありがとう心配してくれて。心配なのか分かんないけど、お腹鳴っちゃった、消化中ですね。どこ行ったんだろう、あそこにお花が飾ってあるから、もしかしたらお花のところにいるかもしれない虫さん。なんか待って、一瞬いた、マジで一瞬だけど黒いのが見える。虫はさっきいた、今いない。顔怖い、真剣だから。今日のお洋服グッチかと思ったら違うか、いやグッチなんて買ったこともない、持ったこともないグッチとか、うん持ったことない、え待って持ったことないです、結構ガチで持とうと思ったこともないかも、そんな高いもの似合わない私には。グッチっぽく見えてよかった、ハルピョン意外とブランドで固めてると思ったねえどんなイメージなの私って、やだちょっとブランドの女みたいなイメージ、私が持ってる、いやなんか高そうなブランド、ケイトスペードのカバン、でもちっちゃいやつ、なんかレッスンシューズでなんかめっちゃなんかなんちゃマイケルコースとか見たことあるけどはぁみたいな、レッスンシューズでマイケルコース履くのみたいな気持ちになる、すごい。そう、すげえって思う、いいですよね、うん、そういうのが似合う女になりたかったですよ私だって。
でもいいんです。私はファンの方からいただいた可愛い白とピンクのスニーカーを履いてるんで。お財布グッチかも、もしかしたら。でもこれもあれです、なんか違ったかな、ワンちゃん、あ違いました、すいません、お財布グッチとか言いました、すいません、全然違いました、ほんとすいません、あの見え張ってすいません、全然違いました、全くごめんなさい、はい恥ずかしいです今、私とってもすいません、やめます、ブランドのものの高いブランドの話はやめます、見え張ってすいません、本当に全然違いました、すいません、配給してます、ごめんなさい、本当に喋るのやめます、マジですいません、あと3分だし配信終わるまで。お風呂入る、私服たくさん見たい、嬉しい、インスタでぜひフォローしてください、今日のっけよう、終わって配信、あそうだ、うち今日湯船入ろうみたいな話してたよね、今日にするか明日にするかどっちにしようかな、ほら今日だとさ今からお湯ためんのみたいな感じじゃん、待って、うちこん中にさなんかさなんちゃらチーズケーキなんちゃらプリンみたいな入れてるんだった、カバンめっちゃ横に倒してた、あ絶対ぐしゃぐしゃ最悪だ、あー終わった、あめっちゃ綺麗、セーフ、すごい美味しそう、冷蔵庫入れとこう、にしてもそのシャツ遠目で見たらグッチ、ありがとう、なんだろうこれわかんない全然グッチじゃないよ、嬉しい、高そうな女に見えるってこと、見え女、どこの何なんだろう、そんないちいちこの服はどこで買って、そんなブランドものじゃないから覚えてない、存在がハイブランド、ありがとう、なんかちょっと嬉しい、存在がハイブランドだって、あとね可愛いマシュマロモナカもいただいたの、可愛いんです、あとポテコロンコンソメ味、マシュマロもなんか謎だよね、中にマシュマロが入ってるらしい、あとよっちゃんイカカットよっちゃん白、美味しそうだったからもらってきた、お22時23時だよ、ありがとう、ランキング読もう、可愛い洋服だったら値段関係ない、それはマジでそう、確かにいいこと言うじゃん、あ明日6時台、7時6時台ぐらいから
一緒に TVer さんで6時半過ぎぐらいかな、6時半7時くらい、7時半までには配信終わりたいので、明日はズッキーとのささやきラジオが放送されるので7時半までには絶対に配信終わりたくて、なので6時45分とか7時ぐらいから TVer さんの橋本春菜のじゃないや行かない旅を一緒に見ようと思っているので、ぜひ待機よろしくお願いします。ハロコミンクオフィシャル版にハロピョンの写真入ってた、嬉しい、大切にしてね。ということでランキングいきます。1位すみちゃんとパパピョンお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます、私が言うのおかしいか、ありがとうございます。2位直樹ちゃんと話し会で元気になれた、ありがとう、こちらこそありがとうございました。3位カズさんありがとうございます。4位サプライズレバーとピョンズさんありがとうございます。5位トラック野郎とゴリさんありがとうございます。6位アキラと8アキラ852さんありがとうございます。9位間違えた、7位山内さんありがとうございます。8位スーツさんと同じ、高校出身高校卒業の鉄道のエイトさんありがとうございます。9位朝日さんありがとうございます。10位ともゆきさんありがとうございます。12位にゃんずさんありがとうございます。13位徹也、12位徹也とハルピョン大大大好きさんありがとうございます。13位ケンジさんありがとうございます。ということで皆様ありがとうございました。また明日スーツさんとあの行かない旅一緒に見ましょう、よろしくお願いします。それではゆっくり寝てください、皆さんもおやすみなさい。最後にキャッチフレーズをしておやすみでした。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで5953盛り上がりの皆さんに切ってきたいがお届けしちゃう、富山県出身ハルピョンこと橋本春菜でした。それではおやすみなさい、またね、バイバーイ。